はい、パン作ります。今日は緑チャーハンを作ります。翡翠あんかけチャーハンですね。色素はほうれん草から取り出して中華風のあんかけとします。あくまでチャーハンは基本通り作りますので、あんかけのアレンジ次第では無限の可能性があります。味は濃すぎないように注意ですね。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、緑チャーハンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいです。今日久しぶりに声出したなっていう感じで、ちょっと喉が、あれ喉ちょっと大丈夫かなっていう感じの声だなっていう、なんか声出しづらいです、とても。はい、まあ関係ないんですけど、まあで、まあこの今回のその翡翠あんかけなんですけど、とても食べやすくて、まあほうれん草の味がちょうどいいですね。はい、すごい出るかっていうわけでもないし、出なさすぎでもないみたいな。で、まあほうれん草の少しの苦みがですね、チャーハンととても相性が良くて無限に食べれます。普通のチャーハンにとても よく合うので、あんかけの方を作れば大体合うので、一つの食材にフォーカスして作るのがとてもおすすめですね。今回ほうれん草で作りましたけど、原理はですね、卵のあんかけとかひき肉のあんかけとかと同じで、一つの食材で仕上がる食材が、まあ、おすすめですね。その点いろいろ作ってみると、探すといいですね。まあ、今回のようにペーストにするタイプのあんかけの場合は割と合うものって少ないんですけど、まあ、色素的にほうれん草くらい濃く出るものがいいですね。まあ、人参とかワンチャンいけるかなっていう感じするけど、人参色的に合わない気はするんだよな。まあ、オレンジ色って、まあ、合う、まあ、緑より良さそうだけど、まあ、ちょっと誰がやってくれたって感じです。あ、で、まあほうれん草の方なんですけど、水とほうれん草だけだと旨味弱いので鶏ガラスープの素使ってます。その点はですね、一から鶏ガラスープでやるとなるとちょっと時間かかるっていうのもあり、はい、鶏ガラスープ使ってます。オイスターソースで味付けるととてもまとまるので、オイスターソースベースでちょっと醤油入れてっていう感じがいいですね。で、その時はあんまり濃くしないのがおすすめで、ほうれん草の味が出るくらいと言いますか、まあ、その分チャーハンの方を濃くしてあげるとちょうどよく美味しくいただけます。ほうれん草とチャーハンの相性はめちゃくちゃいいので、あんかけの方主張強めでも、ま、全く OK とか全然 OK ですね。はい、まあそんなとこですかね。今回のこの翡翠のあんかけなんですけど、チャーハンじゃなくてもいっちゃえばお米にかけるだけでもうまいです。中華風に味付けてるので、まあ当たり前なんですけど、甜麺醤で炒めたひき肉をご飯の上に乗せて今回のあんかけを乗せるとかっていうぐらいのレシピでも全然 OK です。たくあんとかあるといいかなっていう、はい、そんな感じで今回は以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方ね、お願いします。それとメインチャンネルおうちめん TV の方もよろしくお願いします。それと今ラーメン屋も開いてまして、大阪製麺っていう新所沢駅から徒歩5、6分ぐらいのところにあるので、ぜひ探してきてください。はい、以上です。